頂に立つのは。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。芝からダートに入ります。先行争いはマルゼンスキー、4番スマートファルコン、5番スマートファルコン。最後方からのレースとなった。ハルウララ大丈夫か。ちょっと厳しい位置ですが頑張ってほしいですね。先頭集団を見ていきましょう。さあ激しい先行争いで前に出たのは4番スマートファルコン。2番手の位置で先頭を伺うのは9番スマートファルコン。内を回ります。5番スマートファルコン。その後マルゼンスキー、その後ろエルコンドルパサー、後ろ7番アグネスデジタル、1馬身離れてハルウララ、その外並んでオグリーキャップ、さらには2番アグネスデジタル。意気揚々と先頭を行きます。4番スマートファルコン。どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。大欅を越え4コーナー、互いに足を溜めている展開。これは直線勝負になるか。ハルウララ前を狙っているぞ。さあ前から先頭を伺うのは9番スマートファルコン。最後のコーナー最初に駆け抜けてきたのは4番スマートファルコン。突っ込んでくるエルコンドルパーサー、後方まで400、一気に上がってくるエルコンドルパーサー、抜け出したのは4番スマートファルコン。だが後続も追いすがるエルコンドルパーサー、並びかけてきた。200を通過。先頭7番アグネスデジタル、しかしその差はあるか。エルコンドルパーサー差し切るか。エルコンドルパーサー差し切ってゴール、やりました。エルコンドルパーサー、アクエリアス杯を制し見事栄冠をつかみ取りました。2着は7番アグネスデジタル、3着に入ったのは4番